人はいつ死ぬと。心臓をピストルで撃ち抜かれた時、違う。不治の病に侵された時、違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時、違う。人に忘れられたのです。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちこんなに近くにいる。すぐ近くに仲間がいるんだ。今は恐れることはねえ。俺たちは一人じゃねえんだ。日本足と洋本足だとか、そういうガキのなさだけを捨てんじゃねえぞ。